準備できた？よし。カラオケに行こう。自転車の鍵がない。ロッカーに忘れてきちゃったのかな。先に行ってていいよ。ありがとう。じゃあカラオケに行こう。私たちはカラオケに行き、思いっきり歌うことができました。日々の勉強や部活の疲れを忘れ、楽しいひとときを送ることができました。22時になる前に、私たちは家に帰りました。あの時は、とても楽しかったです。